グランドコードン・オブ・ザ・オーダー・オブ・ザ・セークリッド・トレジャーは日本の勲章の一つ。随法章の最高位で2003年の英点改革以前の国一等随法章に相当する。随法大受章は随法章の最高位の勲章である。随法章は1888年1月4日に制定され2003年に改正された。勲章のデザインは 古代の宝であった宝鏡を中心に、大小16個のレンジを配して、四条内四八条の光線を付する。中には、霧の火曜を用いている。樹は、オリジア色、双戦投稿色。随放大受賞の受賞者には、中央省庁の事務次官、検事総長、特命全県大使、会計検査委員長、主要大学の学長などを経験した者が多い。 英典改革前の君一等随法賞は大企業の経営者に授与されることも多く、トップに君一等随法賞が授与される企業は俗に随一企業とも呼ばれた。英典改革後には随法大受賞は公務員であったものに授与されることが多く、大企業の経営者には朝日大受賞など極実賞を授与する例が多い。これは英典改革の際に 勲章の授与基準5月20日閣議決定を改正したことによる。随法章は国および地方公共団体の公務または公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね成績を上げたものを表彰する場合に授与すると定められ、その授与基準はその者の,の果たした職務の複雑度、困難度、責任の程度等について評価を行い、 特に重要と認められる職務を果たし成績を上げた者に対しては、随法、重光明以上を授与すると定められている。この授与基準によれば、事務次官の職を務めた者には、随法、重光明を授与すると定めているが、その者の功労全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるとしたため、事務次官経験者に、 随法大受賞を授与することもある。因は死亡除君。ありがとうございます。